から賛成派の方々は良くなるんだ良くなるんだこういうわけですけれども、本当にその根拠がどこにあるのかということを立ち止まって考えていただきたいと思います。根拠がしっかりとある話をぜひしていただきたいと思います。国民健康保険料は上がりません、なぜ上がらないのか。介護保険料も上がりません、なぜ上がらないのか。水道料金上がりません、なぜ上がらないのかというしっかり根拠を示してお話をしないとダメだと思うんですね。やっぱり国民、私たちは根拠を持って大阪市の大阪市をなくして特別区でこの国保や介護や水道事業、こういったものを特別区では担えないということで、第三の役所一部事務組合を作るわけです。その一部事務組合を作って、それで本当に今のレベルを維持できるのかどうか、これが本当に終了アンケートよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。